はいどうもがんちゃんですいよいよですね阪神タイガースが新外国人選手としてジョー・ガンケル投手と契約しました契約年数は1年で年俸は50万ドル 約5,500万円ですね。身長196センチ、体重102キロの右腕で先発として期待されています。メジャーの経験はありません。今季はマーリンズ参加 3A で19試合に登板して8勝2敗。防御率3.80でした。マイナーリーグでは通算172試合で45勝39敗。防御率は3.59。アメリカフロリダ州出身です。ダラス、シリーズ And a miss. One ball, two strikes. まっすぐとツーシーム、あと外のスライダー系の球を投げると思うんですけれども、平均球速は140キロ前後、基本的には打たせて取るタイプのピッチャーです。 大変ゴロアウト率が高いピッチャーでして、三振をバタバタ取るタイプのピッチャーではありません。ただしですね、この投手、コントロールが甘く入ると、球速がそんなにないですから、非本塁打はかなり増えると思います。ただし、広い甲子園球場を本拠地と持つ阪神ですから、甲子園で投げるときはそれが逆にですね、血の利を生かして、そう簡単に本塁打を打たれることはないでしょう。ゴロを打たせて打ち取っていくタイプのピッチャーですから、 失策数が多かった阪神に関しましてはですね、内野陣がかなり引き締めてかかっていかないと、エラーエラーが続いてしまうとこのピッチャーは崩れる可能性があります。大変モーションも大きいピッチャーですから、セットポジションや細かいフィールディングなど、まだまだ未知数なところが多いですけれども、先発投手陣が足らないタイガースにとっては貴重な先発腕だと思います。なんとかですね、メッセンジャー投手の穴を埋めて、できれば10勝、期待したいですね。 それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。良ければチャンネル登録などもお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。